まずは投手大谷、今シーズンお疲れ様でした。どうもプロスピナマー芸人のアーナータカラです。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあ、今日はね、撮影日8月24日木曜日ですね。TSF が出てる前でございます。ただこの動画が、いつ出てるのかちょっとわかりませんけども。はい、まあ今朝、大谷くんの右肘が損傷したと、いうことでございます。まあ靭帯かな。まあ詳しくはね、まだ全然わかってないんですけども、トミー・ジョン受けるのかどうなのかっていうね、ところまで来てるということでございます。で、今期の投手大谷はもう終了ということでございますね。本当に、なんだろう、大谷くんにはね、そのなんか、毎回毎回こう、ね、朝起きて、ね、大谷くんのニュース映像が流れて、また打ったんだ、また抑えたんだってね、やっぱ本当にね、大谷くんにはすんごい驚かされて、やっぱり本当世界最高の選手なんだなって僕は思いました。やっぱ打者と投手両方できる選手ってこの人しかいないんで、なんでやっぱり世界最高の選手は大谷翔平なのかなと思ってます。で、今日はね、いつも僕セレクションのダルビッシュさんキャプテンなんですけども、今日はもうちょっと今日だけは大谷君をキャプテンにしました。で、今日の企画なんですけども、投手大谷で完封して打者大谷でホームランを打ってやる。ありがとうございます。これはね、一度きりのチャレンジとします。はい、まず投手大谷で抑えます。1回完封、そしてその次打者大谷でホームランを打って終わりです。はい、もうこれ1回のチャンスです。はい、もうこれ1回しかやりません。できなかったらもう僕はそれぐらいのプレイヤースキルだと思ってください。今めちゃめちゃワクワクしておりますぞ。まあ一応ね、オーダー見てみます。まあね、打者大谷がいるときはこんな感じですね。打者大谷はね、レフトを守らせてます。まあね、レフトの守備 D なんだけど、まあ裏捨ては高いんで、まあコンちゃんよりは全然いいかなと。コンちゃんの裏捨てちょっと低いんでね。なので DH 今度レフトは大谷翔平ってしてます。で、打順は一応今これ3番になってるんですけど、まあ正規の打順はこれなんですけども、今回1番で打たせます。はい、間違いなくホームラン、打ちやすい1番で。はい、で、投手大谷、まずね、最初投手の大谷に投げさせます。はい、この投手大谷で投げさせて、完封して出だしは大谷と2試合やりますだからね。まあね、もう能力も申し分ないよね。165キロっていうことでもう本当強いでございますね。てな感じでね、まあ、今日は本当に、伝説の動画にしたいと思います。ぜひぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。それではいくぞ、翔平伝説を作るぞ。迷わずに駆け抜けろ、伝説の幕が開けるさ。で、5割、今日に限って打率5割。さあやっていきましょう。ね、相手の方打率5割です。おいおいおい、今日に限ってなんで5割やねん、誰しも。最悪や。まあちょっと2試合やるんで、まあ打撃はちょっとハイライトでいきましょう。いい球を中心に打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。フォアボール。三球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ファーストランナー、5試合消費、はい、まあ、さっきね、見てもらったら分かる通り、まあ、ね、試合終了ということで、まあ、あれは投手大谷完封ってことでいいよね。間違いないよね。あれは、投手大谷が2無失点に抑えたという、記録上そうなってますから、完封ってことでいいよね。OK、OK! ということで、これから大谷翔平ホームランチャレンジいきます。相手の投手がぴったり、ええやん。さあ行くぜ。相手 TSO。 さあ、幸田さんよろしくお願いします。さあお相手の方、侍ぴったりです。まあまあまあ申し分ない相手だね。さあいよいよ
翔平伝説の幕が上げるのが行こう。まあ広告ではないけど、まあしゃあないしゃあない。無凸か、了解。いいよ、行くぜ、集中。行くぜ、行ったるよ。集中。絶対打ったる。絶対にホームラン打ったるんよ。ここで決めるのがオップよ。はい、ですね。さあ、通信待ち。回せ。大谷くんまで回すぞ、集中。オッケー、オッケー、ナイスナイスナイス。これ二塁だ、二塁だ、二塁だ、二塁だ。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ、広角出てないけどタイピングか。オッケー。絶対大谷くんまで回すんだ。あー、そんな落ちたか。はい、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。K だ、K だ、K だよ。これよ。古着つけてないね。清宮くんがこれよ。この K だよ。さあ、西川さんいいよ。行くよ。西川さんもいいよ。あかん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 、あがー、回るこれ。さあ、ここガチ集中、ガチ集中、絶対に集中。松子、まず松子やってくれた、ナイス。よっしゃー、これでチャンス、権利を得た。これゲッツーだけでならなければ OK。ゲッツ7、絶対ゲッツダメだぞ。田村さん、頼むよ。おい、そんな落ちないぞ、マジで。集中、集中、集中。田村さん、そんな落ちないよ、絶対。あ、危ない、危ない。打てば長打になりそうなボールでしたよね。はい、そうですね。うわ、入ってるか。まあまあまあ、したら、まあ、三振でも別にいいか。変化球が決まっています。このボール、ツーストライクです。オッケー、いいよ。ボールが見えてるんよ、見え散らかしてるんよ。オッケー、ナイスです。ナイス三振、ナイス三振、ナイス三振、いいよ。さあ、翔平行こう。伝説を作ろうやないか。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトランナー一塁です。バッター有利なカウントになりました。インコースストライクです。次が4球目。うーん、伝説だわ、大谷翔平。ありがとうございました。